ペヤング後楽園味噌野菜タンメン味焼きそば発売記念ポケモンバトル。はいどうも、私カオスマイスターと申します。本日はですね、ペヤングの新しい味後楽園味噌野菜タンメン味焼きそばの発売を記念してポケモンバトルをやります。対戦相手の方が見つかりました。お相手はポポポポンドさん、ザシアンサンダーランドロスオノラゴンゴチルゼール、ポリゴン2と。なるほどね、これはねもうね初手ザシアンで暴れ散らかそうかなと思うんですけども、後ろにファイヤー、いやレジドラゴンもいいな。うん、じゃあ初手レジドラゴン、後ろに、ファイヤーで最後に、ザシアンっていう感じでいきたいですね。はい、本当にいいのかこれで。はい、これでいきます。はい、ウオノラゴンどうすっかな。ウオノラゴンきついな。はいはい、それではね、ポポポーンドさん、対戦よろしくお願いします。はい。さあ。どうすっかな、これ。はい。ポリゴン2から来る。いきなりなんだろう。レジドラゴン。相手、ザシアン交換してくるよな。ダウンロードで、こういって上がる。これ、ザシアン。いや、ザシアンが来ても、こっちファイヤーで受けるから、ここはもうドラゴンエナジー一択ですね。え？交換してこねえよ。まさか、トリックルームか？勝ってー、なんだこの、電磁波。はぁ、なるほど。電磁波きっちり。次自己再生だよな。スケールショット打ちます。はい、ここ動いてほしいけどね。オッケー、スケールショット。はい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 、いいね。あ、これで次のドラゴンエナジーで多分ね、これスケールショットで素早さが上がるんで、これで多分上取ってるんじゃないかな。でもここザシアン、まあ引かれたらファイヤーに行けばいいから、ドラゴンエナジー打ちます。オッケー、ポリゴン2突破。ドーゴン、かっこいい。色違いのレジドラゴって感じですよ。はい、さあここザシアンかな。ザシアン投げてくるのかな。ザシアン来るね。はい、オッケー。じゃあファイヤーを。いやー、レジドラゴンは活躍してるぞこれ。じゃあファイヤーぶん投げましょうかね。はい、ワイルドボルトがあったらもう終わりだわ。そんな知らねえ。さあ、色違いのファイヤー、こんな七面鳥やん。おーっとこれやべえな、これやべえ、めちゃくちゃやべえぞ。ファイヤー受けきれなくなったな。いやでもここ相手さすがに殴ってくるだろ。悠長なことできねえもんな。居住山 OK、 半減だから。そんな剣の前で1段、2段階、不当の剣で1段階、3段階でも、うわ、めちゃめちゃ強い。OK、炎の体焼いた。これが強いんですわ、ファイヤーの。色違い、夢特性ファイヤーですよ。で、俺、最後予想していいですか。後ろ、魚のラゴンだと思うんですよ。なので、相手ここ、魚のラゴンバックしてきたら、まずいんで、あーでもそれもそれでいいか。ウオノラゴン読みで熱さの第一打ってもいいかな。はい、やけどしたから余裕あるよ。オッケー、ウオノラゴンでしょ。オッケーオッケー、この熱さの第一焼ければもう俺の勝ちは確定だ。頼む、焼いてくれ。全然入らないと思うけど。オッケー、もうこれ最強。もう俺の勝ちは決定したようなもんだね。多分ここエラ紙だと思うから、エラ紙だよな。
さすがにエラ紙で死ぬから、まあ、ここレジドラゴンを生贄にしましょうか。コウさん、はい、対戦ありがとうございました。よっしゃ、よかった。ポポポンドって感じだな、ほんと。いや、これほんとね、先読みで勝った試合ですよね。うん、まるでペヤング後楽園味噌野菜タンメン味焼きそばって感じですよ。後楽園味噌野菜タンメン味焼きそばってなんやねんっていう感じですけどね。まさにそんな試合でした。はい、それではね、ポポポンドさんに勝ったということで、こちら勝利のドリンク、京都福寿園伊右衛門入れたてのような緑味香る緑茶2リットルを飲みたいと思います。いただきます。うまいわ、うん、いや、ポポポンドっていう感じの、試合でしたね。レジドラゴがめちゃめちゃ活躍したわ、うん、俺のこの天才型小学生キッズ UV くたばれ型レジドラゴですよ。本当に今ザシアンがこの環境で半端ないなんか使用率ランキング1位なんですよ。でフェアリータイプに対してドラゴンタイプって無効なんですよ。だからこいつはね、本当にあのなんだろうね、今使えない環境なんですよ。だけどもう色違いを手に入れちゃったから、それ使うしかないよね。はい、で俺は考えました。こいつの種族値がまた中途半端でね、素早さは80族、本当に81あったら素早さが、80族って、ギリギリ130族に届かないんですよ。中途半端な素早さ。攻撃も特攻も中途半端の100。でもこの特製の竜のアギトっていう効果が、ドラゴンタイプの技の威力を 1.5 倍にする。つまりドラゴンタイプに限っては、もう、こだわりハチマキとこだわりメガネ、特殊と物理両方を兼ね備えてるっていう、ちょっと凶悪な特性なんですよね。で、さらにもう、これですよ。これ技見てください。ドラゴンエナジースケールショット流星群激凛。これ全部ドラゴン技。しかも特殊物理、特殊物理ですよ。物理の最強の激凛。特殊の最強のこいつのね、唯一の技、ドラゴンエナジーですね。口からバーって出すビーム。で、これは HP が技を食らっちゃうと HP が少なくなって、そう、弱くな、威力がなくなっちゃうんで、威力がなくなった時に一発だけ超火力の流星群打てますんでね、それを打つ。で、スケールショットで足りない素早さを補うっていう。ただこいつザシアンに何にもできないんですよ。だからそのザシアン対策として、その、色違いのファイヤーと、色違いのサンダー、ゴズゴズメット静電気と炎の体、この2枚看板でもう相手のザシアンを駆逐していこうかなと。はい、いや、ほんとね、うん、めちゃめちゃ考えましたよ。あの硬いポリゴン2をドラゴンエナジースケールショットからのドラゴンエナジーで粉砕した時、めちゃくちゃ気分良かったですね。この動画はすごいいい動画ですわ。まさにペヤング味噌野菜タンメン味焼きそばって感じですよ。はい、いやー、ほんとね、今日はミツルヤに行った話とか本当はしたかったんですけど、ここまで色違いのレジドラゴが活躍したってことでね、レジドラゴが活躍したぞっていう感じで、ちょっと気分いいんで、あえてグダグダ話しません。これで終わりにしたいと思います。はい、明日も仕事なんでね。はい、それではね、ここまで見てくださった、チャンネル登録者の方、そうじゃない方、ご視聴ありがとうございました。お別れの挨拶いきます。ウェブカメラプロジェクト。